いやー、出ないかなー。マジで、本当に出なさすぎない、本当に。本当にいいの、マイドスロッパーなんか。待って、やばっ。はい、どうも、こんにちは、こんばんは。新しいフロッパーがいいと思う人は、ご紹介、どうも、ズルフィーです。ということで、今回はなんですけど、皆さんね、シーズン4に入って、新しいね、フロッパーが追加されたと思うんですけど、もうなんか追加されすぎてね、正直何が何だかわかんないじゃないですか。僕もわかりません。僕もね、結構なんかたくさん釣ったんですけど、それでもわかんないと。なのでちょっとね、もう一回改めて釣って、全種類のね、ちょっと効果を紹介ねしていきたいと思います。で、それと同時進行で、マイダスフロッパーっていうのがいるんですよ。で、僕思ったんですよ。マイダスフロッパーってことは、マイダスしか釣れないんじゃないかなと思ってて、なので今回はね、このマイダスを使ってね、釣りをして、もうマイダスフロッパーもね、ちょっと釣っちゃおうかなと思います。ということでやっていきましょう。さあ、ということでね、早速やっていきますか。ということで、まずはなんですけどね、今シーズンね、釣り竿が1個追加されたんですよ。プロ用の釣り竿ってやつなんですけど、なんとね、この普通の釣り竿をアップグレードさせることが可能になって、アップグレードさせるとプロ用の釣り竿になるんですよね。なのでまずはね、それを皆さんにちょっとお見せしたいなと思います。はい、ということで皆さん見てください。これ武器をアップグレードするって書いてあるんですけど、これ武器じゃないでしょ？いつからこれ釣り竿武器になったの？ま、いいや、アップグレードさせます。はい。はい、こんな感じでできました。プロ用のフィッシングフック。でね、これね、プロ用にすると何が変わるかっていうと、おそらくなんですけど、レアなね、魚が多分釣れやすくなるんじゃないかなと僕は勝手に思ってます。多分。ということで今回はね、まあ、全種類なんで、色違いとかもいるんですよ、今回魚が。色違いの魚とかもいるので、あの色違いだと効果が一緒なんですよね。効果が一緒なんで、その色違いは全部釣らないんですけど、効果別の全種類は釣るので、まあ、ちょっとそこは、あの、お許しください。お願いします。まあ、ということでね、早速釣っていきましょう。さあ、記念すべき一匹目は何になるのか。いや、ワンちゃんもこれで前で作るよ。なんで武器なん？なんで一発目武器なの？僕はね、フロッパーを釣りに来てるわけですよ。なんで武器が来るんだ、だから、来た！フロッパー、ブルーフロッパーですね、これ。これはね、普通のフロッパーなんですよ。ブルーフロッパーなんですけど、持つと、見てほら、普通のフロッパーになるんですよね。だから、効果は一緒なんですよ、これ結局。色違うだけで。なんか、しょうもないですね。まあ、やっぱりね、でも色違うだけで、やっぱ気分とか変わるからね。って言ってる間になんか色違いのソラフィッシュが来ました。まあ、これも普通のソラフィッシュなんですよ。食ってみますね。はい、普通のソラフィッシュです。フロッパーめっちゃ出んな。もうフロッパーはいいんだって。新しいの来い。またフロッパー。なんかフロッパーしか釣れないんだけど、なんなん？あ、来た、新しいの。ピンクシールドフィッシュ。これは何かっていうと、普通のね、シールドフィッシュで。これを食ってみると、これはね、50回復します。だから、スラープフィッシュと変わりません。あ、ダメ、あ、でもスラープフィッシュは体力も回復するのか。だから、シールド回復専用の魚ですね、さっきのは。で、今なんか釣れちゃったんですけど、見てください。サーマルフィッシュですね。このサーマルフィッシュ何かっていうと、食ってみまーす。はい、見てください。こんな感じでね、プレイヤーが白くなって、多分おそらくね、敵が見やすくなるのかな？敵とかなんで、そのプレイヤーがね、見やすくなる魚だと思います、これは。でもこれちょっと見づらいよな、ほら。だな。はい、あとはね、このスモールフィッシュも安定にいると。うん、スモールフィッシュもまだね、生きてます。スモールフィッシュは多分ね、おそらく効果は変わってないと思います。あの、25回復するみたいな。で、ほら、スモールフィッシュにもね、見てほら、色違いいるんですよ。お前はなんで出てくるかな？僕は今フロッパー欲しいんだ、バカ。お、来た！スラープジェリーフィッシュですね。これは何かっていうと、こんな感じでやると、今はね、ちょっとシールドマックスなんですけど、20回復します。だから、チャグスプと一緒かな？チャグスプと一緒の効果をね、発動させます。来た！ホップフロッパーですね、これ。ホップフロッパーは何かっていうと、食べると、見てほら。こんな、なんか、飛べちゃう、なんか、特殊効果が、つきます。なんか、ひどすぎる。これあれだよね。チャプター1のシーズン4のダスティーデポットの石と同じ効果ですよね。これね。懐かしい、これ。いいよな。こういう昔からある、なんか、効果を魚で追加してくれるっていいよね。うん、結構、フロッパー率高いんですよね、やっぱり。いいんですけどね、フロッパーもいいんで。お、これは、色違いだね。これ、ジェリーフィッシュの色違い来た。これ僕、初めて釣ったんだ。まあ、結局ね、これ、効果一緒なんで。まあ、意味ないんですけどね。あ、ていうかそうなんだよね。なんか今回のね、なんかこのアップデートで、なんか、魚になんかサイズとかも追加されてね、なんかこれでフレンドと競えるようになりましたね。なんか、これ勝ちる人いんのかな？ていうかそうだよ。マイダスロッパーとか全然出ないんだけど。ねえ、マイダスロッパー？お前マイダス頑張ってちょっと、せっかく釣りだけなんだから。なかなか新しいの出ないな。まだ何匹かいるんですよね。あー、来た！ホワイトスポットフィースパイターピーターですね。これなんかスパイシーフィッシュなんですけど、これ食うとね、
ほら、これあれと一緒、唐辛子と一緒の効果をね、発動させますね、これ。だからこんな感じで足が速くなると。いいよね、これは僕結構好き。これもう一通り釣ったかな。そうだね、効果別のね、全種類は釣った。色違いとかはちょっと全部釣れてないんですけど、効果別の魚はね、全部釣れました。まあ僕のね、今釣れてる魚はね、こんな感じなんですけど、あとは僕大体色違いかな。埋まってないところが大体あとは色違いのところが埋まってないだけなんで、まあ大体、まあ効果別の方が紹介できたから、もうあとはじゃああれか、マイダスフロッパーを釣るだけか。これね、釣る場所によってもね、釣れる魚、まあ色違いとかにもなっちゃうんですけど、釣れる魚がね、ちょっと違うから、ちょっと別のとこ行ってみようか。マイダスフロッパーが釣れやすいところどこかちょっとまず考えよう。マイダスフロッパーやっぱりオーソリティでしょ。だって、前までここにマイダスがいたんだからね、ここにマイダスがいたってことは、やっぱり釣れるとしたら僕はオーソリティだと思うんでね、オーソリティ周辺で釣っていきたいと思います。出ないなぁ、出ないなって一発目から出てたらやばい。やっぱりさ、だいぶ確率低いよね。やっぱり僕ツイッターとか見ててもね、出てる人いないもんだって。むしろなんか、出てる方が頭おかしいもんね。本当にそれくらい出ないんですよ、マイダスロッパーって。けど、僕は釣っちゃいます。皆さん、シーズン4どうですか？僕ね、めっちゃ楽しいと思う。本当になんか、昔のシーズンとね、新しいシーズンがなんか一気に同時に来た感じ。だから、めっちゃ面白いよね、普通に。やっぱね、チャプター2の中でシーズン4が一番楽しいと思う、僕は。というかね、この魚の新要素本当に結構いいよね。まさか僕さ、新しい魚とかが追加されるとは思わんかったからさ、なんか本当に今釣ってて楽しいもんだって。釣りとかめんどくさいだけだったのに今楽しいからね。あ、僕待って、これ新しい、あ、釣ったことあったわ。マジで出ない。本当に本当に出る気配もないよ。本当に1ミリも出る気配ないよ。本当になんでこれ出んの、本当にマイダスロッパーって。え、待って、これ、本当にこれ、いるの、まずマイダスロッパーって今の段階で。これ、ワンチャンファイルに追加されてない説あるよ、だって。画像のファイルだけ追加されてさ、フォートナイト内のなんかデータには追加されてない可能性あるからさ、どうなんだろうね。マジでもう、なんだ？出る気配がなさすぎて、本当になんか、もうやだ。本当にやだ。マイダス死ね。自己ベストとかどうでもいいんだわ、本当に。なあ、もうマイダスロッパーをくれ、自己ベスト出すなら。本当にな、なんで空き缶な、本当にムカつくな、さっきから。いやー、もうね、結構僕釣り尽くしたような気がするんですけど、もう出ませんね、本当に。僕出るとしたらオーソリティ以外考えらんないもんだって。どうする、ミスティとかで出たら逆に怖いでしょ、マイダスフロッパーが。だから僕出るとしたら絶対ここだと思うんだよね。もうなんか釣れる気しないので、もう最後にね、オープニングっていうか最初に差し込むやつをもうやらせてビーします。いやー、出ないかなー。マジで、ほんと、出なさすぎない、ほんとに。ほんとにいいの、マイダスロッパーなんか。え、待って、やばい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 、やらせ TV でした。